メデランメデランとは、ロシア原産の狩猟用、刀剣用の剣種である。別名は、ロシアンメダリオンマスティフ、メドルヤンスカソバカ、A、メディリアンスカイユソバカ、ロシアンベアドッグ、A、ロシアンベアドッグ、メドレアンカ、A、メディリアンカ、メドレンマスティフ、メドレンカ、A、メドレンカ。ローマ帝国のコロッセオで実際に刀剣として、 使われていた、モロサス犬の直径の子孫で、歴代のロシア皇帝に飼育されていた。イタリアのカーネディ・マチェライオという古いモロサスタイプの犬種とは何らかのつながりがあると言われている。メデランは、歴代皇帝の中でも、最後の皇帝、ニコライ2世に大変期に入られていて、ガッチな宮殿で保存と、ブリーディングが行われていた。非常に飼育が難しい犬種で、 専属のトレーナーが雇われて、訓練を行っていた。主に熊狩り用の猟犬として使われていて、1から3頭で1頭の熊を仕留めることができた。優秀な犬は1頭でも2頭の熊を一遍に、相手にし、どちらも倒して仕留めることができたと伝えられている。また、刀剣として、熊いじめや牛いじめ、犬体験で戦わせるのにも使われた。メデランは元から、 希少な犬種であったため、本種同士の戦いは行われていなかった。メデランは手名付けるのも非常に難しく、時折トレーナーや皇帝に牙を剥くこともあった。この希少は子犬の時から顕著で、生後10ヶ月のオスの子犬が、盗みを犯した9歳の子供を八咲きにして処刑したという話も残されている。皇帝によって、 大切に保護されていたメデランではあったが、ロシア革命によって皇帝が失脚、処刑されるとほぼ全てのメデランが、主人と運命を共にし、絶滅した。皇帝一家秘伝の犬種であったため、ガッチな宮殿以外では、他国は愚か、ロシア国内でも飼育が行われていなかった。現在、この犬種の復元計画が存在する。 メデランの姿を写した写真はとても数が少ない。残された資料と写真をもとにその姿を描写すると、モロサスタイプの犬種で対抗がとても高い。筋骨流々の骨太でがっしりした体つきで非常に力が強い。頭部は大きく、目は小さく眼光が鋭い。マズルは太く短く、上唇はグレートデーンのように少し長く垂れている。耳は、 本来三角形の大きい垂れ耳だが、皇帝の飼い犬である遺厳と衣服の念を強調するため、断耳して立たせることもあった。頸部や足、指は太く、足は長めである。皮膚は引っ張るとよく伸びるが、これは熊や犬などと戦うとき、噛まれたり引っかかれたりしても怪我を深く負わないようにし、食いつかれても身をよじって、攻撃から抜け出すことができ、大切な役割を果たす。 コートは、スムースコートで、毛色は、ブラック、ブリンドル、フォーン、グレーなどの単色とそれの胸に、ホワイトのパッチが入ったものなど。対抗の比喩については、子犬の頃にほぼグレーと、デーンと同じくらいのサイズに達し、聖剣になると腰ほどの大きさにもなるとも言われている。これはあくまで例えであると言われているが、 事実古代のモロサス犬の中には、体高が1 0 0トルを超える犬も多くいたことから、本当であった可能性が指摘されている。少なくとも現在世界最高の体高を持つ犬として、著名なアイリッシュウルフハウンドよりもサイズが大きかったのであろうと考えられている。推定体高は80から9 0トル推定体重は65から8 5ラム。しかし、 メデランが絶滅した現在、本当のサイズステータスを確認する術はなく、上の対抗体重はあくまで推定である。性格は確実に判明していて、独立心が強く凶暴で、一人の主人にのみ、従う。手名付けるには、非常に厳しい訓練が必要であったと伝えられている。しかし、よく鳴らされたメデランは、ニコライ2世の巫女であった。 アナスタシア王女を背中に乗せて歩くことができたとも言われている。ありがとうございます。